2022-23 ウィーリーグカップグループステージ第6節グループ B アイナク神戸レオネッササンフレッチェ広島レジーナの一戦、5点以上のリードで勝てばアイナク決勝進出が決まるというゲーム。まず立ち上がりです、鳴宮のシュート、田中美奈のヒールのパス反応して前に詰めていた鳴宮、逆足左足でのシュートでした。ちょっと遠い位置から坂口足を振っていってクロスバー、際どいシュートでした。0対0で広島の先制シーンです。背後のパス、山下を収めるんですがちょっとミスになって狙っていた上野真美、しっかりとこれは谷口がプレッシャーをかけていました。上野が復帰後初ゴール、広島先制をします。ただ直後ボックス内、田中美奈を金賀が倒してしまってPK。 エースストライカーらしくちょっとステップも細かく入れて逆をついていきました。コースも抜群でした、すぐにアイナク神戸、同点に追いついて1対1で前半を折り返します。後半から高瀬が入って、その高瀬反転からフィジカル生かして最後はしっかりと枠に飛ばしていきます。まず入ってすぐ存在感を見せた高瀬、どこが遠目から狙っていきます。これは福本ナイスセーブ。後半も結構お互いにシュートシーンも多く、インターセプトした上野がそのまま狙っていきました。枠はわずかに左でしたが結構際どいシュートでした。1対1ゲームが動きます。田中美奈のパス、ワンタッチのクロス、鳴宮ヘディングシュート、ちょっと意表をつくこの田中美奈のパスから勝ち越しゴールが生まれました。2対1でアイナック神戸リード、しっかりとそのリードを保ったままゲームを終わらせました。ただグループ B 決勝進出はベレーザということになりました。アイナックとサンフレッチェ広島レジーナ2対1、アイナックが勝利を収めています。